みんな元気？うん、ええこっちゃええこっちゃ。はい、どうもピッチピッチのテクダンです。ドラゴンクエスト1実況プレイパート6かな、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。これね、で復活の呪文使ってみよう一回。どんな感じなん？おっとおっと、おかしい、おっとおかしいで、ちょっとなんか狂ってるで。壊れかけのレディオ、コンティニューでいい？どこ押せばいい？え、どこ押せばいい？え、どこ押したらいい？ここ？あ、違う、決定。あ、上押せばよかった、びっくりした。じゃあこの前 iPhone で撮ったやつを入れていきたいと思います。OK、 入れれたで。すげえ、これで。おお、え、これどういう仕組み？すげえ、プログラミング的な。おお、テクタン、おお、すげえ。レベルが上がったときは、いや、もう会いに来おへん。会いに来おへん。おー。で、どうしよう。もうなんかこう、レベル上げなんかするタイミングがなかなかなくて、ちょっと収録できる日がなかなかなくて、どうしような。という感じで、鍵開けたいとこがめっちゃあるから、それを開けに行く旅にしよう。ちょっと41ポイントも稼ぎながら、だからこの弱いところで山歩くで。いえ、ミレンちゃん、いえ、さすがにここはちょっと弱すぎる。せめて魔法使いさんぐらいでないと、ちょっとテクタンには弱いかもしれへんな。ドラキーって何ポイントもらえたっけ？いえ、えい、経験値2か。経験値10ぐらい欲しいな。どうしよう。あ、違う。思い出した。いえ、えい。戦士のたしなみや言うとる人のとこ会いに行きたいね。いえ、えい。その人も、おっと、その人も確か、エリムルダールやったっけ？マイラやっけ？いえ、えい。レベル上げついでに、マイラ、ちょっと立ち寄ってみよう。どうやって行くんやっけ？もっとこっちやっけ？あれ？この橋渡ったらやったっけ？あ、なんかそんな気がしてきた。今日の午後。いえ、えい。なんか今日、音の調子悪いわ。いえ、えい。なかなか大サソリは、強い。いえ、ここでホイミ打っとこう、ホイミン可愛いよな。普通にソラリンの方が好きやったけど、最近なんかホイミンがすごい可愛く思えてきてさ。いえ、いや、可愛いよな。なんかホイミンの方が可愛いと思ってきてさ。それでさ、ちょっと聞いて、戦いながら聞いて。で、なんかソライも可愛いいう人に、可愛いいう子に、ホイミンの画像を送ったら、キモい言われたんやけど、どういうことやと思う？キモくないし、可愛いし。いえ、えい。そろそろレベル上がるんちゃう？魔法使いさり。いえ、えい。お、やった。おめでとうございます。レベルが上がりました。力が4、素早さ3、最大ヒッピー。おお、6いいっすな。あー、ちょっとホイミ打っとこう。マハニークマハリタホイミ。語呂悪い。はい、マイラ到着。イエイ。なんかさ、前あげたやん、東洋コインの歌。あれをササラちゃんで作ってるから結構何回か聞いたりしてたわけよ。そのせいでさ、この歌、この音楽聞いたら、あの歌詞が流れてくるんやけど、頭の中に。南の島はとても怖いところです。十分に力。
うん、それ聞いたわ。ここちゃうな、多分選手のたしなみやでーって言っとるの。ちょ、いろいろもう一回話聞いとく。俺は言うていだ。あれ、こんな人おったっけ。向こうにもさ、キムコを探しとる人おらへんかったっけ。俺はなんとかだ、キムコを探しているって。なんだ、そんなにキムコをモテおな。お前やったっけ。お前がロトの血を引くものか。ああ、この人はあれや、血統症の人やん。あかんわ、もうこの音楽聴いたら笑ってまうわ。なんととてもつ、あ、やっぱリムルダールか、あっこにおるの。あっこにおるのじゃない、あの、その人。その人っていうか。どうしよう。今、金が433ゴールドの、鉄の斧が欲しいよな、鉄の斧。あ、出てもった。違う違う、そんなつもりじゃないんやってば。トー横インってなーにーと。武器と鎧の店だ。いくらやったっけ。あー違う違う、いらない。いらんいらんいらん。いらんわ。魔法やろ。ブツブツ交換。ブツブツ交換でもないやん。今銅の剣で、鉄の斧560、あと130円足りへん。130円、また来てくれよな。わかったで、また来るで、鉄の斧買いに来るで。じゃあちょっと東横インで泊まっとこ。なんぼやったっけ。20、あ、20か。じゃあ泊まって、はい、東横インだよー。いいな、ぬりぬりやな。じゃあちょっとレベル上げついでに、ちょっとこの辺でお金貯めようか。よっしゃ、お金作ってきた。それはどこにでもあるホテル。ということで、はい、これで鉄の斧が買える。どれぐらい上がるんやろな、それ乗ってやってくれれば。あ、なるほど。とりあえず一旦家にしましてや。いえ、ごめんね、冷やかしちゃうんやね。今力が22。力って何。攻撃力となんか違う。力22、攻撃32。ちょ、覚えとこう。力22、攻撃32な。で、鉄の斧買います。で、銅の剣、売ります。で、強さを見ます。力22、お、攻撃力32からやから上がったな、5上がったな。いいんちゃう、いいんちゃう。力ってなんなん？何のステータス？で、じゃあ、東横インまた止まっとこう。うん。イエーイ。止まるぜ。どうよくいいんだよ。どうよくいいんだよ。と。よし、ゲームパッドの電池がまた切れそう。赤いランプついたわ。まあ、結局いらんないけど、なくていいんやけど。何しようとしとったんやったっけ。ちゃちゃちゃ、道具や道具。あかんわ。ボケの始まりやわ。ちょっと、指くるくる回す体操してます。それしてちょっと、ボケ防止せなあかんわ。と、横インってなあに、それはどこにでもあるホテル、あなたの街にもほらリーズナブル、心が踊る青い文字、みんなで泊まろう、いいことあるかも、ゆうべはお楽しみでしたね。はい、失礼。で、どうしよう。とりあえずさ、薬草買っといて、松明持っとったっけ。まあ、薬草、買えるだけ買っとこう。道具で、まあ、こんだけありゃいいか、とりあえず。金も貯めたいしな、今もう29しかないけどさ。松明あるね。選手の指輪、結局選手の指輪、そう、店に行かなあかんねん。ひけらかさなあかんねん。どや勇者やって、ちょっと出して、出たんやけど。どいていただけません。向こう行くか、それかこっち来るかしてくれへん。
あ、よし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 、そのまま、もう、あと二ま、あ、こっから出ればいいんや、もう。あんな待たんと。よし、じゃあ、お金少ないし、まあ死んでもいいってことで、もう全滅覚悟で結局ね、怒られるけど、テクタンの旅はそんなやつなんです。ということで、リムルダールに行こう。あの、鍵欲しいし、鍵代ないやん。いえ、えい。まあ、行くまでにたまるやろ。こいつら、うまうまやし。お金うまうまやし。ああ、そうや、毒沼があるんや。できるだけ、あの、よし、ここから行って、ああ。いえ、えい。こんぐらいで、一回、もうちょい行けるか。よし。この辺で、違うよ、呪文やで。ほいみー。いいっすねー。ああ。いえ、えい。私気づいたことがあって、あの、この洞窟全然そういえば探索してなかったなって思って。でももういいよね。まだいいよね。もういいよね。じゃね。まだいいよね。もっと強くなってからにしよう。強くなってから。さすがにちょっと洞窟はなんか逃げ道がないから、怖い。でもお化けやったら大丈夫なんかな。ちょ、お化け避けんといて。ちょ、何それ。何それ。必死やったんやな、あのお化けも。攻撃とりあえず避けて。いえ、えい。一本三十円じゃない。1本53円やんな。いえ、えい。ってことは、少なくとも、あの、個人的には2本欲しいんよね。100いくらか。あ、あれあれあれ、こっち下か。もうちょい下やったか。ちょっと、早まったわ。鉄のサソリはちょっと逃げよう。あ、ラスボス。違うけど。全然違うけど。ここや、ここ、ここ、ここ。ここ、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 同様コイン。楽しいゴールド足りひんしな。どうしよう。ちょっともう一回やってもらう？お金あるで。ちょっと待って、もうコマンド間違えたわ。50円払ってやるで。だからいろいろして。これどうやって行くんやったっけ？外からやん。よいしょ。ちょっと、もう一マス。よし。あ、っていうかさ、もう少しで、Wii リモコンの電池が切れそう。Wii リモコンって何電池やったっけ？炭酸？炭4？一応炭酸も炭4も両方とも家にあるからまあいいんやけど。一本ちょうだい。魔法の鍵はいるいる。めっちゃいる。もう一本ちょうだい。お前は金が足りないようじゃ。知ってるわ。知ってるわーい。どうしよう。魔導士出えへんかな。赤い骨は頑張れる。ちょい、でもやめて。いえ、えい。あ、やったやった、たまったー。たまった。ちょっと念のためな。この散歩ぐらいで出てくるかもしれへんから。東洋コインって、もうやめよう。もうそろそろしつこいって怒られそうな気がするからやめとこう。あ、で、ちゃわへんけど、目的あれやん。戦士のたしなみやん。ちょ、自慢せな。綺麗な指輪。ルビーやで、トパーズやで。一本ちょうだーい。よし、これでもう死んでも大丈夫や。間違えた。さすがに2円でな。買おうなんておこがましい。一回出て、もう一回、入りたいんすけど。よし、空気の読める骸骨やった。誰やったっけ？この人やっけ？外におる人やっけ？ようってくたん。あ、友人やったわ。同僚やったわ。ちょっと会社の飲み仲間やったわ。また一緒にパブの店に行きましょう。一緒に。奥さんには内緒で。岩井選手のたしなみだ。持っとるで。見る選手のたしなみ。たしなみだね。選手の指輪。
はめた。おう。はめたで。指輪などしてお前は恥ずかしいやつだな。は？は？恥ずかしいないで。いや、そんなさ、花柄の指輪とかそんなんじゃないから、たしなみなんやろ。おい、ちょっと川に落ちろ。落ちろなんなんこの人も、なんていうか。欲しいんやろ。あげへんで。おったらいくらなんやろ。え、なんかさ、ステータス的に変わりがあるん？これが今のステータスね。46、29、37、18。覚えられない。そんな時は、じゃじゃん。よし。で、戦士の指輪を外しまーす。道具戦士の指輪。はめ直した。はめ直すってどういうこと？そうやってつけてるの？つけてないの？どっちなの？強さ。見よ見よ。8、22、21、46、29、37、18。何も変わっとらんやないかい。え、これ売っていいと思います？売ってよかったら売る。売ってダメやったら売らない。わ、この宝箱取ろうと思ったら取れるんやんな。でも今開けたいところがとりあえず、あ、どうしよう、ちょっとこの辺でお金貯めよ。ね、まあ、死んだところで1ゴールやし、1ゴールだやし、仮に死んだらデスルーラできるから、一石二鳥じゃない？キメラの翼使わんと戻れるからさ、戦う。イエーイ。いや、魔導士ですら倒せれるようになったわ、余裕で。ほいみー。ほいみ、二回ぐらい唱えれば満タンに なります？教えてください。ほいみさん。なるね、大体。よし。あと一回、いい感じのが来たら。ちょ、やめて。そういうのもなし、ちょっとずるいで。いえ、なんか、デジャビュー。あれ、これ、お金もらえる金額って変わってる？ムラリもしかして。もうそろそろやばいな、さすがに。さすがにちょっとデスルーラの季節やで。ちょ、やめて。やめてな。逃がしてな。鍵一本もう一本買えるからな。よし、偉いぞ。もう誰？もうすぐ追いかけてきたやろ。よし。これ、鍵ってどうなってる？あ、2ってなっとるんか。あー、足痺れた。足痺れたわ。あぐらしとったらな、足痺れへん？足痺れるよな。すいません、カット。すいません、痺れて。思わず、押しすぎて出てもうた。一本ちょうだい。一本いっとくー。よし。あ、まだちょっと痺れてる。血の気が、足に血の気が足りないで。デスルーラしたいわ、デスルーラ。いえ、むしろこの場合、キメラの翼を使ったり、もとも、普通に買えるより、デスルーラの方が手っ取り早いと思うのですが、いかがなものでしょうか。お、燃やしてみよう。ボー。11。まあまあ、やな。強っ。会心の一撃で死んでくれたりせえへん。はい、死なへんね。はい、あざーす、帰りまーす。ついでにあれ、経験値聞いとこ。あなたは死にましたー。